はい、こんにちは今日はあの一条ゆかり先生のエッセイ集「不倫それは峠のチェアに似ている」をフリペイペイフリマで購入したのでご紹介したいと思いますなんとあの勇敢クラブのその後が載ってるんですあの 勇敢 <laughs> クラブって私がリボン買い始めたのが小学生の頃なのでもう30年以上前かなの漫画でいつ終わるんだろうもう終わったのかなっていうぐらいにこう不定期のま連載されていた漫画なんですけどだから。 乗ってると、あ今月のリボンには勇敢クラブが乗ってるってすっごい嬉しかったですね。勇敢クラブって、しょあの高校3年生の女子3人と男子3人の主人公が、あの、いろんな事件に遭遇して、で、 解決していくっていう話なんですけど、その、すごいね、あの、お金持ちのセレブな三人なん、あ、三人じゃない、六人なんですよ。なんか、まず、女の子が、ケンビシーユーリちゃんっていう女の子が、すごい財閥の令状で、 あともう二人目が木桜カレンさんっていう女の子が宝石商の娘さんででもう一人博士課のりこさんっていう女の子がお父さんが日本画の大家でお母さんが茶道の家元 っていう、山本寂し子ですよね。そそれでお、男子の方は、菊正宗誠志郎君っていう生徒会長を務める、この男の子が大病院の院長のご子息で、それで、 あのビドーグランマニエっていう金髪の長髪の男の子がスウェーデン大使のご子息でそれで最後にえっとあれなだっけミュージーミュ 小竹梅魅力だ。あのー、警視総監の父親を持ち、元家族の母親を持つ男の子なんですよ。それで、それぞれ皆さん、なんか、個性豊かで得意なものがあるんですけど、 まず、あの、アクションに強いのが、意外に女子で、あの、ゆうりちゃんがすっごい喧嘩が強くて、あとは男子の菊正宗聖四郎くんが武道に長けていて、あとは警視総監の息子の 小畜梅魅力くんも喧嘩が強くて、それで、あの、白鹿のりこさんは、すごい、なんか、頭が良くて、で、あの、囲碁の名人、 でさもちろん茶道も日本舞踊もお花もこなすっていう。で、もう芯が強くて言うときはバシッと言いたいことを言うっていう感じの女の子で。で、木桜カレンさんはすごい美貌の持ち主で。<laughs> なんか、高校3年生とは思えない色気が、それで、なんか、あのー、でも男運が悪くて、なんか、いつも、なんか、男で痛い目に遭っている。 ような感じの話になっちゃうんですけどでビドーグラマニエくんもプレイボーイでところがそれが災いするのかオカルトの話になるとビドーグラマニエくんがなんか オカルトのなんかネタにされてあちゃってなんか被害に遭っているよことが多いですね。で、あのネタバレになっちゃうんでその後の幽霊クラブは言えないんですけど、でもファンにとってはなんかまなんか満足。 満足っていうか、ああ、これで、今度、こういうその後でよかったな、っていう、さ、あの、その後でしたね。はい。これまだ、あの、その後の勇敢クラブだけ読んで、エッセイの方はまだちょっと半分ぐらいしか読んでないんですけど、もうエッセイも、一条ゆかりさんの、 なんか、なんか生きていく上での、なんか名言っていうか、すごい痛いとこをついてくることが書いてあって、なるほどなぁって思いますね。はい。というわけでこれ、Amazon だと、なんかプレミアついちゃってて、なんか、 2000円以上してたですね。これ本当は私はあのペイペイフリマで初回利用したので1000円引きクーポンが使えたんでなんか900円ぐらいで買えたんですけど確かアマゾンだと高いです。 というわけで、勇敢クラブファンの方、待ちに待った一冊ではないでしょうか。はい。えっと、では、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。